この俺を東邦学園に。全国少年サッカー大会第一試合で翼率いる南葛 SC を下した日向小次郎にサッカーの名門東邦学園からスカウトの声がかかった。東邦学園に入学すれば大学までの10年間の学費や生活費の心配はなくなり、サッカーに打ち込めるようになる。しかしそのための条件は全国大会で翼を破り優勝すること。ヒューガ、父を亡くし母、そして3人の幼い弟妹と苦しい生活を送っていた。サッカーの練習をしながら近所のいくつもの店を手伝い生活を支えているヒューガにとって、東邦学園からの誘いは願ってもないことだった。よし、必ず優勝してみせる。決意も新たに、ヒューガはこれまで以上に勝利への執念を燃やす。食堂での因縁から打倒ヒューガに燃える松山光がキャプテンを務める富良野翔との準決勝。ヒューガは連日の激闘に体調を崩しながらもこれを間一髪で突破。ついに運命の決勝戦を迎える。相まみえるのは第一試合で下した翼率いる南葛 SC。 翼、今日こそ決着をつけてやるぜ。勝負だ、日向小次郎。怪我の治療のためこれまで試合に出場していなかった天才キーパー若林源蔵を加えた南葛 SC との試合は延長に次ぐ再延長にもつれ込む大熱戦となる。怪我の再発に苦しみながらも決死にゴールを守る若林、翼、三崎の南葛ゴールデンコンビの見事なプレーに翻弄されながらも、ヒューガは最後の瞬間まで闘志を燃やし続ける。翼、三崎、俺はお前たちに教わった。サッカーは一人じゃできないこと、そしてサッカーは力だけじゃないことも。俺は今まで家族のためだけに、勝利のためだけに戦ってきた。でもお前たちライバルに会って純粋なサッカーの楽しさを知ったよ。だからといってこの俺が勝つことを諦めたわけじゃないぞ。俺のサッカーはあくまで勝つ、負けないサッカーだ。楽しくても負けちゃ何にもならないんだ。最後まで己の信念を貫くヒュー。だが翼もまた大きな夢に向かってひた走る。あと1点取って真の優勝を手にするんだ。そして俺はブラジルへ行くんだ。もう誰にもボールはやらない。1点取るまで誰にも渡さない。翼、最後の勝負だ。俺はお前からボールを奪い、この位置からのロングシュートに全てをかける。翼とヒューガ、両雄最後の激突。力と力のぶつかり合いを制したのは翼。負けた。名和 FC 敗北。しかし全ての力を出し切ったヒューガは自らの負けを認め、翼と握手を交わす。最後の突破、技でなく力で俺を抜くとはな。俺の乾杯だぜ。お前は優勝するのにふさわしいやつだよ。条件であった優勝こそ逃したものの、その見事なプレーによりヒューガは東邦学園からエースストライカーとしてスカウトされる。俺、東邦学園にお世話になります。こうして日向小次郎は己の道を進むため新たな旅立ちを決意するのだった。はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズ実況プレイ、今回が33回目です。よろしくお願いします。いやー、また今回も良いムービーでしたね。東邦学園のスカウトの松本香里さん、僕は親しみを込めてスカウトのおばちゃんと呼ばせてもらっているんですが、結構若々しくておばちゃんってこれまで呼んできたんですけど、もうダメ、お姉さんだね。反省反省、スカウトのお姉さんと今後呼ばせていただきます。そんな本日はですね、イタリア戦でございます。予選リーグ第1試合、本戦がついに始まります。そんなね、ワクワクな試合に
行く前にまずはいつものようにうびこ成長のコーナーやっていきましょう。今回はありがたいことに400ポイントもねありますので、これをもう思い切ってパワーに全振りしたいと思います。やっちゃった。それからムーブもね、キャプテン翼の代名詞といえるオーバーヘッドキックを授かりました。それからパス、ドライブパスを翼くんから直々に、ありがたいね。あとスキルもね、いくつかあったと思うんですけど、気になるのがパスマスターだね。大きく上昇。それから守備的ミッドフィルダー、パスドリブルの評価が S 以上。これがな、逆だったらよかったんだけどね。割とウビコの役割はタックルとかパスカットだからね。うん、まあ現状維持っていいかな。はい、よっしゃ。続きましてアピールミッション。まあアピールミッションもね、もう自然の流れで、やっていきたいなっていうのが本音です。あまりね狙いすぎず、狙おうと思っても難しいもんね。ちょっと待って、翼と全日本ツインシュートなんだとでも8回はね無理なんじゃない？残りの試合数さ8もないよなそうか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 、だから早めに解禁しなさいってことだな。はい、楽しい楽しい。続きまして三上さんの作戦会議行ってみようか。まあ、多分ね1周目の時と内容は変わっていないと思うんですけどね。ただ三上さんの唯一の見せ場だから一応ね確認しましょう。そうだ、三上さんって言ったらね、昨晩全日本のメンバーと一緒に美味しいシフォンケーキ屋さんでね、たらふくごちそうにね、なってね、大満足でございます。ありがとうございます。三上さんアングリー、カテナチオと呼ばれる強固な守備を誇る、失点率が低い、ここ1年ほど得点を許してないゴールキーパーのジノ・ヘルナンデスによるところが大きい、フォワードルチアーノ、カウンターの餌食になってしまうテクニックとパワーを兼ね備えている、まあ一緒だな。ありがとうございます。ではではイタリア戦行ってみようか。ネクストマッチ三上さん君がくれた勇気は MKM MKM、 どちら様。まあ、三上さんはね、若林くんに対する愛情すごいから、それはね原作の中でもいろんなところで会話見ることができるし、あの読み切りね、キャプテン翼メモリーズでもね描かれてるしね、あとライジングさんのね、若林くん のちょっとドイツに行った時のね苦労話の下りでもねよく描かれてましたね。てなことで、まあ2回目になりますんでね、たびたびね概要欄にも書いてますけど、こういった演出ムービーに関してはね走りながらね、見ていきたいと思ってます。ご了承ください。フルバージョンはね、1周目のところでね、きちんとね、動画化されてますんで、気になる方はそちらの方でお願いします。そしてこれより入場更新、今日はよろしく。ああ、いい試合をしよう。ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの名にかけて。そうはいかない。いつまでも喋ってるんじゃねえ。あのキーパー、イタリアジュニアユースチーム。くそ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこの俺だ。あれ、ナンバー22、若林くん。まだ今日のスタメン発表してませんよ。ヘルナンデス、1年前の対決では引き分けだったが、今日は必ず俺が勝つ。これが海外組の主張力かいよいよだ、大空翼をはじめとする才能あふれる選手が揃ったこの黄金世代。日本がワールドカップ優勝を目指す、とてつもなく大きな夢のその。グループ振り分け、うわ豪華、人数多いですね。
では見ていきましょうか。ハイネ君いるね。3ゴール。あ、噂のライアン・オルティス。うん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 。でもここも魅力あるな。いい選手揃ってるよね。あれ使うか。松山くんの呼びかけってやつ。グループの選択数が一つ増える。あずまれこの記載通りだったら2ついけるってことでしょ。だから例えば第一優先で D を選んで、で例えば A、 これでどうなった？2ついけてんのかな。イエス。チュトーリアル、ブラシュートムーブ。あー、なんかあったな。二枚刃カミソリだっけ、 L 押しながらみたいなね。あったあったあった。おかげで思い出しました。ということで、一足先にピッチに立っていた男がいたんですが、若林くん、まあな、今回は2回目なんでね、1回目の時はしっかりねご要望に応えて起用しましたが、今回は誘導できます。ここは佐野くんで、佐野くんじゃちょっと厳しいか、ヘルナンデスだから。そうだな、ヘルナンデスじゃちょっと厳しいかな。一旦にしとくか。んでサイド、あ、見すぎくんいけんの、最高じゃないか最高じゃないか、見すぎくんいけるとか。というかもうこれでいいんじゃないの、もう前半頑張るみたいな、見すぎくんでね。で俊足新田のスピードが生きるサイド、マンマーク、フェデリーコお願いします。んでコンビネーション1、2、うんうん、いいと思います。では行ってみよう。楽しみだね、ラモン・ビクトリーノ。さあ、いよいよ始まりますこの一戦。好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。全日本対イタリア、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。さあ、大歓声の中、両チーム選手の入場です。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。スパイクのカラーが色とりどり。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、イタリア攻守にバランスの取れたフォーメーション、屈指の守備力を誇る鉄壁のチーム。それを支えるのはパーフェクトキーパーヘルナンデス君です。そして攻撃陣は新顔ルチアーノ君が得点源。いよいよ試合開始です。楽しみだ。お、この二人の並びが熱い。さあ行ってみよう。俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。ジトさん、わお、すごくない？俺のやりたいようにやる。強くないか？サンキュー。決まった。ミスインコスト。ここで奪った。わお。助かる。ヒューガ。長いパスが通った。行った。よし。かっこいい。惜しいな。なんかよくかわしますね。じゃあご挨拶。鋭い。おおお。ボールを抑えたヘルナンデス君、すぐさまスローインに移る。それ。
翼大変だな、あんな遠くにいたのに。なんとヘルナンデス君のスローインが翼君の元へ。これはまさかわざと。さあ君のドライブシュート打ってきたまえ。やっぱり気持ち受けてたと。俺のドライブシュート止められるものなら止めてみろ。うわ翼くんシュートだ。何あ、これがヨーロッパナンバーワンキーパーの実力なのか。ドライブシュートだが、フランス国際大会が中止になった後、俺はこの右腕を徹底的に鍛え上げたんだ。1年前に俺から最後のゴールを奪った男、カール・ハインツ・シュナイダーに借りを返すために。お、じゃあみんなカール・ハインツ・シュナイダーに続こう。さすがだ。だが今度こそゴールを割るぞ。パントキック、ウビコ、ナイス。ここで奪った。溜まってない。ミスギ君、スペースにパスを出した。シュート、シュートを放った。ナッシュ、ヘルナンデス君、ゴールを守った。サイドから行きたいな。パントキック、どこまで運べるか。ナイス、おっと、攻守交代だ。パスを回す。ナイス、かっこいい。あげよう。ダンマイ、ダンマイ、ダンマイ。これもある意味チャンスボール。ウビコ、ナイス。パスを回す。もう一回。敵を攻め込みます。ニッタ君、シュート。惜しい。した突破だ。ウビコ。そうだよ。ここはパスを出さ。ドリブル突破。サンキュー。試しいタックル。行け。あと、ドリブルを見送る。行ってみよう。最強のバクト独色ソウ。うわ、すげえ削った。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。いける。もう一発。これはゴールデンコンビが見せる大技、キュインシュートだ。これは決めろ。ヒューガ、このボールを拾います。ナイス、見すぎ。ボールダッシュ成功。シュート、鋭い。これはキャッチできない。ヒューガ、行くぞ。これは通った。これはゴールダッシュを割る。あれ、どんまいどんまい。試合感積むのがあるからな。このパスをトラップ。決まった。かっこいい。体を反転させかわした。あとシュートじゃい。ミスギ君、いいよ。かなり削ってるよ。あと一押し。どこまで運ぶ。誰がもらっちゃう。まとわりつくんじゃねえ。チャーザンさん、決まった。フランチェスコ君、ここはパスを出す。マッツ、マジかよ。しつこいんだよ。そこ、パスを回す。ミサキ君、シュートだ。これは厳しいな。これは見事にキャッチ。パントキック、仕切り直した。ここまで運べるか。理想はサイド攻撃。ここで奪った。よし、ライン際ドリブル。タキ君、ありがとう。これはタッチ終わります。これはどっち。マイボ、マイボ。よし、マイボ。中央、決めちゃえ。とろけるスライス。お、なんか来たよ。マジかよ。初めて見た、ああいうゴールキーパーの必殺技。うちは若林くんが使ったけどさ、1周目の時に。ではドライブシューターは翼さんだけじゃないんだ。元気いっぱいだね。でも真っ赤だぜ。3分
ットキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット、もう一丁、なんと激しいタックル、サンキュー、すぐパスを出します。ジュン、ここしかない、スライス回転をかけて天才、これが地の惜しいな、真っ赤なとこまで行ったよ。お、お客さん1、優勝候補イタリア相手によく戦ってるぞ。ありがとうございます。イタリアに勝てば大金星だぞ日本、後半も頑張れよ。嬉しいね、4名の支援者が声かけてもらえるのはありがたいけどよ。そうだい、世界からは、あ、1番津波型自分が変えてやります、2番後半も期待して、3番事実そんなレベルでした。じゃあまあ優等生1番、ああ、その息だ。若林くんニッコニコ、サッカーは実力が全て、他人に認めさせるには力を見せるしかない、俺もハンブルクではその気持ちで頑張ったもんさ。いや惜しかったね、かなり削ったけどハーフタイムでグイーンって回復したんでしょ。おや、このセクシーな鎖骨は。翼、ガンミ、あの人、みんなナイス、前半これだけ、そうそう俺たち強くなってるんだしな。でもみんな気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、よし後半も気合を入れていこう。あのヘルナンデスってキーパー、あいつから点を取るには、それに翼さん、なんだい、もしもの話ですけど、それでそうなったら少人数で崩すのは難しいんじゃないかと。そうなった時はもちろんもしもの話なんですけど。確かにやらないに越したことはないけど、でもそれは本当に一か八かの作戦だ。ゲームメーカーの経験が豊富なたけしが試合に出ていれば任せられるんだけど。出場アピールですか澤田君。おい、ルチアーノ。なんだよ、うるせえ。そんなわけあるか。俺たちがどれだけ大変だと思ってるんだ。だからどうした。大体何？俺がチームを勝たせてやるって言ってんだ、ルチアーノ。相手さんはハーフタイムいつも揉めるけど最終的には一致団結するっていうね。二人ともやめないか。おお。貴様、タルデリ、ジノ、ルチアーノ。言ったさ。確かに、だがサッカーは一人では勝てない。だからどう。別にルチアーノだけじゃない。なぜルチアーノにパスを出さない。もし彼が気に入らないからといって俺は勝ちたい。みんなも後半は、ルチアーノ、地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君はチームが勝つために何が必要で信じているよ。キャプテンって大事ですね、松山くん。ということで、じゃあこうしようか。うん、あとはいいでしょう。はい、
つために。おい、ルチ、なんだよ。後半はイタリアが勝つためだ。ジム、俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。ダメだ。イタリア前半と様子が違う。ルチアのタイガー、ダオー、これからシュートを受け止めた。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。大きく蹴り出した。ナイスカット。そうだ、うちも。うわ。そのワンモーションでやられたぜ。みんな、ここは守りきるぞ。サンキュー。アテナチオの構えに入りました。危ない危ない。本当いつもより本当より早めに離すことを意識しないとな。伸びてきます。パスを受けた。チャージが決まった。見たさ。フランセスコ君、激しいタックル。どうだ。そんな止まらない。なんだって、もらったぜ。すごくね。打ち合わせだ。やばくない、何人かわすんだよ。ジドー君、ここは空間でません。翼さん、今です。プレーで勝利をつかみ、みんな上がれ。このシュートに反応している。詰め詰め、見た。相手の力のところを前に一気に攻めたいところ。うびっこ、よし。まさか美咲も取れない。どうだ。ここは抜かせません。待てよ君、ロングスローできた。ナイス。ここはパスを出した。横をすり抜けた。さあ、こんなにボール奪えなかったっけ。止めた。それ。ここはパスを出した。ミサキ君がすんげえ勢いで逃げてった。今そばにいて欲しかったのに。普段はくっついてくれるのにさ、衛星のように。いけー、あれ、まさか、イエース。インスパイアードバイあずき様。んで、V ゾーン発動中にゴールだって。今のは V ゾーン発動中じゃなかったの。残念、惜しかったな。でもカール・ハインツ・シュナイダーぶりのゴールです。見ていてください、キラ監督。送ってもらったあのブラックボールで来て来い。どんなシュートであろうと、ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと、数シュート立て続けに決めちゃうのか。ヘルナンデース、決まった。2シュート連続で失点。修学君のシュート、やった、やった。修学君、翼、見つかったぜ。駆け寄るの早。俺は今まで、特にこの3年間は、でもこれで俺にもお前という目標の上を行く、もっとでかい目標が見つかった。ヒューガ君、俺はサッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に、世界一のエースストライカーを目指す。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。おお、この時点で実はひびが入っていた説とかね、想像したら面白いな。そしてヒューガ君、おめでとう。だがワンシュートの差で、おおおお、ボールを奪った。ゴールを狙う。力んでます。ゴールキックから再開です。ロングボールを送る。あ、面白いよ、何これ。
ここは抜かせません。いけ、まあ、ドリブルを見送る。くらえ、もうこのタイガーくん。ガオー、突き破れ、突き破った。スマートに押せた。ナイス、そういうプレー。フランセット君、ボールを奪う。行くよ、ミサキ君。オーケー、翼くん。いい削り。いった。よろしく。これだ。ナッシュ。すぐ。もう一丁。首っこ。つ。よし、バイボー。ナイス、ナイスチャージ。激しいタックル。よし、フリーだぜ。これがタイガーコントロール。見事なワンハンドキャッチ。だいぶ削った。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは目取らない。ヒューラー君、ここはパスを出した。それあと、ドリブルを見送る。いくぞ。これは捨てて切った。ここはパスを出した。惜しいな、もう一本打ちたいね。おお、強っ。よろしく。お疲れでございます。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、ナイスカット。イサック君、よろしく。クチアム君、ボールを狙うも届かない。よし、つ奪い返した。惜しいな。イタリア、まさに反撃。ここでやりました、全日本。森崎くんもおめでとう、完封です。そして大会初ゴールはまさかのボランチです。我がウビコが決めちゃいました。パスカットトリプル S、 ありがとうございます。スーパーサクセス。そしてグループ A、 エアリアルドリブル、カーブパス、テクニシャン。続いて、うわー贅沢、グループ D、 ギアチェンジ、パスマスター、高速ドリブル。そして石崎亮。てめえの顔と名前覚えたかな。あ、私でございますか。ルチアーノはきっと君のことを認めたんだと思う。ただ彼はちょっと伝え方が下手なんだ。そこはあまり気にしないでくれ。ルチアーノのフレンドリーポイントが上昇しました。それじゃ、チャオ。また。イタリア人のユース、特にジノ・ヘルナンデスとレオナルド・ルチアーノ、すごい選手だった。まさに世界の舞台に立たなければ出会えなかった強敵だ。翼くん、応援してくれたスタンドのみんなに挨拶しに行こう。うん。みんな、すまなかった。まさか負けるとは思わなかったぜ。しょうがないよ、ミューラーだって、ミューラーだって止まらなかったんだから、ああいうの。今日の試合勝ったけれども、俺のドライブシュートはヘルナンデスにまるっきり通用しなかった。でも味方を変えれば、翼、お前のドライブシュートは通用したんだ、通用したんだよ。アメリカのアズワンにも
簡単に止められてしまったし、でも日向君はアズワンに止められたことをバネに、俺も負けてはいられない。試合を組み立て点を取れるミッドフィルダー真田君だ。なんか武蔵勢が登場すると面白いね。俺たちのこと忘れんじゃねえぞみたいなさ忘れてないよ。いい思い出を作ってくれました。こういう体験ってね、ほんと買い難いものですよ。ここで試合終了のホイッスル。オランダ対セネガルの一戦はオランダの記録的大勝に終わりました。先制点を許したオランダでしたが、一方セネガルは身体能力を生かし、オランダのミッドフィルダークリス後半これがオランダの攻撃力か。今日は初戦だったから。ああ。このオランダと次は戦うんですね。1番ビビるなたけし、2番日本のゴールキーパー誰になるんですかね面白い。もし森崎だと何点取られるか不安だよな。なんだって。あいて後ろにいたのね。一瞬本当に若林君が持ちったよ俺だっていつ出番が来てもいいように努力も準備もしてるんだよ。みんなイタリアに続いてオランダもかなり強そうだ。だから今日の勢いを。おこれも結果は一緒かな。フランス、イングランドを全く寄せつけず、中盤をピエール君が抑え、ナポレオン君が点を取り、ジャン君がピンチの芽をいち早く摘み取る、まさに理想的な試合だったと言えるでしょう。フランス強いな。1番ピエールってすごいですね。2番地味そうだけどジャンが、3番ナポレオンのシュート、うん、どれが松山くんを喜ばせるかな。彼の守備はとても効いていた。彼が後ろを安定させているから中盤より前が安心して攻撃に力を入れている。見杉くんを喜ばせてしまいましたフランスの戦い方を支えているのは、お、もしかするとあのジャンってやつなのかもしれないな。まったく世界ってとんでもないところだな。次々とすげえのが出てきやがる。ピエール、美咲くん。美咲、俺たちは必ず決勝トーナメントに勝ち上がる。だから君も必ず勝ち残ってこい。よし、それでは攻撃と守備に分かれてそれぞれゴール前の連携練習だ。はい、行くぜ。よし、シュートだ。ナイスパンチング。沸かしませ。反応が甘いぞ沸かしませ。このシーンか。今のは両手でガッチリ取れたはずだ。何？それにそうだ、シュートコースがガラ空きだったぞ。何？他のみんなもだ。そんな気の抜けたプレーでこれから先も勝ち抜けると思っているのか。何？若林くん。おい若林、こっちだって一生懸命やってんだぞ。おいやめろ。そうだ、1番今のはそうださんが悪い。2番その悔しさは試合にぶつけましょう。そして3番今の若林さんが悪いここはごめんなぞるようだけど、やっぱこれを言うと面白い。お前な、何？1番嫌味よりも具体的な指示を、2番ただ悪いと言われても困る、3番自分たちは若林さんとは違うんです。そうだね、なんかこの展開すごい好きだったな。どういうことだ若林。俺もこいつに賛成だ。
夏山。お前はドイツの名門チームのゴールキーパーだ。そいつらなら今の言い方でもいいのかもしれない。お前から見れば俺たちなんてレベルが低いんだろうけどな。だからこそ今の自分の精一杯のプレーを頭ごなしに否定されただけじゃ。若林さん、その松山の言う通りなんです。射程の高すぎにさえ俺たち若林さんの求めるプレーが自分たちではわからないんですよ。それじゃあ、へえ。ランクアップイベント。美咲って大阪にもいたことがあったのか。うん。他にも千葉、福岡、北海道、埼玉、小学生の時は日本中あっちこっちに行ったよ。大変だったな。うん。でもサッカーのおかげでどこに行ってもすぐに友達が。だろうな。ああ。そろそろ戻るぜ。うん。やあ。やあ。風邪ひかないように着替えて早く戻ろうか。1番、美咲さんは転校が多かったんですか。2番、美咲さんって南葛の人じゃなかったんですか。ほほう、私自身も転校が多かったんで。うん。僕は父さんの都合でいろんなとこに転校を繰り返した。でもどこだろうとサッカーはできるからね。そのおかげでいろんな友達ができた。改めてよろしく。よろしく。お、全国3連覇バージョン。やあ。お、伊沢くん、お前あれから俺のとこに来なかったな。実は楽しみに待ってた、ごめん。すっげー浮気してた。まあ今度同じチームになったんだから勝負はいつでも。同じ代表の選手としてよろしくな。よろしく。1番、はい、よろしく。2番、伊沢さんは自分のライバルですから。じゃあこう。チームメイトでありライバルか。頑張ろう。お、空中戦の匠、なんということでしょう。え？シェスターだよな。すまない。どうしました、監督。君に会いたいという子が来ている。1番、シェスターさん。2番、自分のこと覚えてませんか。ここは人懐っこく。プレマッチで戦った日本の23番、すごい番号覚えてる。そうだね、はじめまして、すまない。うん。スーパースパイウビコ、美杉純。クリスマン。君は、その格好からすると日本の選手。せっかく来てくれたのは悪いんだが、今はこうして時間潰してはいらんないんだ。そうだよな、本番前だもん。1番、それではまた。ドライ。2番、そんな忙しいんすか。あえておバカさん。俺もいろいろと考えること、やりたいこと、やんなきゃいけないこといっぱいあって、戦術のことや自分のプレーはもちろん大事。代表で初めてチームメイトになった選手たちもいる。みんなとコミュニケーション取る。なあ、お、カイザー。ディックとドールマンが言い争い、こういう仲裁とかな。まだ来るかな、音楽続いてるし期待しちゃう。あのさ、3ゴール。へえ、はじめまして。何？1番、君とボールを蹴りたい。2番、異国のサッカーに興味があってね。君とボールが蹴りたい。え？うん。
確かに世界中から選手が集まってんだから、いろんなサッカーに触れられるチャンス。いいね。うん、それが日本のサッカーの特徴なのかな。どうだろう、日本のサッカーなのかな。はい、ごめん、よろしく。うん、せっかく来た国際大会、いろんなサッカーに触れたいって思いは僕も彼と同じ。僕ももっと。まだ来ないかな。松山くんの能力すごいですね。このイベントでは最後の選択肢によって以降のシナリオルートが変わることがあります。ルートを変えた後は他のルートに移ることはできません。来ましたよ皆さん。やあストーン。え、ライアンかい。オフィスにいますよ。どうした。ああライアン・オルティス、うん、悪いが今日はデータの分析が忙しくてね、練習できないんだ。1番ライアンがデータ分析を。2番そのデータ見せてもらえます。ずうずうしい。そうしたらもちろんさ、僕以上にデータの扱いが上手いものなどいないからね。敵と味方のチームの長所と短所、選手それぞれの体つき、技術、プレーの傾向、そういったものを全て把握しておくことが戦いにおいては重要。逆にチームを勝利から遠ざける要因は、頭の悪い選手の誤った思い込み、自分勝手な好みに走るプレー、優れた者が上に立って出した指示を残りの者たちが遵守する。そうすればサッカーは必ず勝てる。そうだね、君もそう思わないかい。1番全くその通り。2番そんなんじゃ勝てない、かっこアメリカルート。え、何を言い出すかと思ったら、面白いよ君は。うん、どうやら君とはまだいろんな話ができそうだ。すまない。はい、ガンミのウビコ、これからミーティングに行かなきゃいけなくなった。また明日後日来てくれないかい。やれやれ。まったく、彼は僕の話を理解できなかったんだろうか。僕はこの理論を実践してきて、まだ一度もサッカーで負けたことはない。それに彼ら、日本プレマッチで僕のサッカーに負けている。それだけでも君たちの間違いは明らかじゃないか。それでもまだ違う勝ち方があるっていうなら、ぜひそれを見せてもらいたい。ウビコ、君のサッカーがどこまでできるか、この大会で確かめさせてもらうよ。スキル、ジャイアントキラーを獲得しました。これは、中盤の支配者。俺もどうしてもやりたいみたいだな。いや楽しいね、テンションが上がっちゃうね。エクストライベント。いや、お、片桐さんだ。これはひょっとして例の頑張ってくれ。チームバフってやつか。1番はい頑張ります。2番そんな自分には無理です。はい頑張ります。頼むぞ。頑張るんだ。チームバフ以降の試合での V ゾーン継続時間が延長されます。延長プレイ。ということで、次回は予選リーグ第2試合、オランダとの対戦が控えております。本日もここまで見てくださってどうもありがとうございました。それでは皆さん
おやすみなさい。またね、さようなら。